今日は6月8日の午前10時半ですねはい非常事態宣言解除になって少しずつ世の中がね,そうですね動いてきてるまあ感じででまた今日も京都暑いですね暑いです暑い <laughs> これで8月とかだったらどうなんやろうみたいな本当です ねあの、新聞報道によるとね。はい、あの、夏みんな無理してね、あの、マスクしてたら熱中症が増えて、そっちで医療崩壊するんちゃうかっていうね。<ー>記事が普通に出てましたよ。また次から次から問題が出てきますねそうそうそう。別に僕らコロナだけで死んでしまうわけじゃないですからね。いろんなことに気をつけなあかんという。そうですね。まあことなんですけど。まあ健康もね、大事にせなあかんのですけど。はい。経済やばいですね。やばやばです。よくね、なんか痛いなと思ってる時に熱いお風呂入ったら、 低怪我してて痛くても忘れるじゃないですか手痛いの。あー、熱いちょっとこう麻痺する感じですかね。そうで、熱いのなくなってきたら痛くなるじゃないですか。あ、なります、なります。そんな感じですね。ちょっともう。コロナコロナ思ってましたから、もうオンコロナってなってたところはちょっと抜けたから、はい。ちょっとこう気持ちが普通になって、経済ボロボロやん、これもう。そこにみんなが、ね、目が行くようになったんですね。そうそうそう。っていうか、もともとね、これもう言ってもせんない話ですけども、はい。コロナまでね、 消費税でボロボロだっちゅう話だったんですよ。7%ぐらい下がったんですよね、うん、増税で。そう,そう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 。もうそれでもね、えらいこっちゃー言いてたんですよ。うん、その頃ね、そらクリスマスパーティーはやるわ、忘年会はやるわ。そらもう、お正月でどんちゃんするわ。はい。大変な経済行動をやってたわけですよ、当時は。みんながね。それでも冷えた冷えた言っとったんですよ。うん。で、今それなんか何ですか三密避けろはい。ソーシャルディスタンス2見えたとれ 研究をまたぐなはい。もう言ってるじゃないですか。はい。うん。だから10、10%のその悪影響はそのままあった上で、オンコロナですからね。はい、とんでもないですね。<laughs> いや、これね、大変なことになってるわけですよ。で、これもさすがに、うちの国の政府はね、もう相当出来悪いんですけど、日本国政府って。あらアメリカ政府、イギリス政府、フランス政府。<laughs> さらに言うと、中国政府に比べてもですね、経済政策って点にしたらですよ。はい。もう史上最低級なんですよ。 辛い。いって。これもう全然あかんなっていうとこなんですけど、こんだけ経済悪いと、さすがにちょっとやばいなと思って、うん、まあ補正予算をね、はい。く,くまはったんですよ。はい。で、第一次補正予算が25兆。はい、二次補正予算が32兆って言ってね。はい、まあ二つ合わせて、えー、っと、57兆。はい。これはまあまあ、まあまあですよ。 まあまあ。でも全然足らないですけど。で、ほんまは3補正とかもいかなあかんのですけど、はい、まあ、あの、予備費とかがあるか、あったりとかして、またこれ後で言いますけども。はい。まあ、とにかくまあお金もまあ、足らんのですけど、うん、まあまあ、よく頑張ったと。あかんたれの政府ですけど。はい。そしたらいよいよ本丸はね、やっぱね、消費税ゼロですよ。そこが要ですね。消費税ゼロですよ。うん、これね、一次補正、二次補正。分かったと。もう、安倍晋三さんよく頑張りましたと。はい。岸田さんも頑張ったと。<laughs> 西村さんもよくやりましたねと。そうですね。麻生さんはどうか知らんけど。<laughs> ママ、ママ君も頑張ったんやろと。せやけどちょっとやってる、やらなあかんこと忘れてないかと。はい。もともと僕らコロナ来る前何苦しんでたか覚えてはりまっかと。消費税10%でどんだけオタクら日本経済悪しはったんだよかと。そうですよ、ね。だからね、やっぱり今こそね、これコロナからの復活をしなあかんわけでしょ。はい。で、また第2波来たらまた、 八寄りおじさんとか出てきてね、うん、なんかロッまがいのことされてしもで経済またボロボロになるかもしれないじゃないですかだからなんとか、ね、このあったかいうちに、はい、こう経済回そうかなかもこる、うんすだから回すためにもねもう絶対消費税ゼロにせなあかんぞという話を今日はお話したいと思います熱くやりし,しくお願いします,、はい、します今日のテーマは「消費税ゼロを国民の力で実現せよ」その通り もう、それをもう、あと、20回ぐらい、叫んで終わってもいくやつ、ともう、<laughs> もう、皆まで言わんでも分かってるやろと。うん、もう分かっ、もう、岸田くんも、ねはい。西村くんも、はい。安倍くんも分かってるやろと思うけど、うん、もう次 今までは辛抱をおしゃったけど、うん、こっから消費税ゼロじゃなあかんやろと。うん、まずね、いろんなちょっとデータをね、さっとご紹介したいと思いますけど、はい、サラリーマンさんを対象にしたアンケート調査っていうのがね、はい、まあ、あの、つい先日行われて、はい、そのアンケート調査によるとね、何を削ってますかと。はいね、そしたらもう、やっぱりね、消費がね、 すごい、削ってはるわけですよ。外食やとか、ま、あそんなん削ってはるわけですよ。うん、それでもそんだけやってても、かけ苦しいと、サラリーマンさんね。で、何パーセントの人が苦しいって言ってるかっていうと、会社員ですよ。これ会社員さんで自営業さんじゃなくて、会社員やから、比較的まだお金持てるはずですよ。うん、サラリーがあるから。やっぱり75%苦しい言ってるでしょ。 めちゃくちゃ高いですね。だからね、これやっぱりボーナスが少ななったり、サラリーマンの給料が減るっていうのは、なんか残業代とかなんかもうそんなんですかね。会社員、うん、やセ75%しんどい言ってるわけですよ。で、これ会社員さんでそうですかね。これ自営業さんとかやったら偉らいことですよ。これね、別のね、消費の調査。全国の家計の調査なんですけど、はい、えっと、前年比でまあ11%消費が減ってると。これ4月ですね。4月減ってると。で、何削りましたか言うとね。外食が67%減。おぉー。 そゃ外食産業が67%減になってるってことですよ、そのものね。でね、パック旅行費は97%減。やっぱり、ちょっとびっくりですね。そゃまあそうですよ、ね、今の雰囲気でパック旅行行ってきますってないですからね。で、これパック旅行屋さん、これもう大変なことになってるわけですよ。ねさらに交通事業者さんね。はい、僕のあの、卒業生とかで、まあ某大手飛行機会社勤めてて。 もうめちゃくちゃですわもうと、うん、でも内々の情報こうなんですよってって「<わ>これあかんやろお前」って「いやちょっと公表できるやつ教えてくれ」って、まあ、ほとんど一緒なんですけど公、ね、表できるやつでそれ見たら直近がね97%減ですよええーうん、やっぱパック・旅行と一緒ですよね <laughs> 一緒ですね だから、飛行機会社の収入、だから国内線97%減っても国際線もっとひどいですね。うーんだから97%減っ空港本当に一人っ子一人いないっていう状況ですよね,ね、うん。だからね、これ普通の国どうやってるかって言ったらね、こうやったらもう潰れるからって言って、はい、全部買収してるんですよ、今、国が。ああ<ー>。もうだって、 しょうがないじゃないですか。国有化しなあかんから。だから飛行機会社の国有化が進められてるわけですよそうなんですか。だから日本もね、だから同じような状況やから、やったらええのにね、もうそういうことしないんですよね。JR 東海とかも、もうガラガラですからね。ガラガラですね。9割乗ってないから。うん、で、JR 東海なんて、ドル箱は東海道新幹線しかないですからね。あと赤字路線いっぱいあって、うんでもあの新幹線で儲けるっていうビジネスモデルだったわけですよ。はい。そこがあかんから、もう、日の車ですよ。 本当ですね。だからね、普通やったらね、あでも国有化しようかいうぐらいの議論がね、出てくるんですけど、この国はもう竹中平蔵とかっていうね、まあ、そんな名前聞いても誰かわからんっていうぐらいでいいですけど、<laughs> そんな奴がおってね、なんか、<laughs> はい、いや、民営化するいいんだよ、みたいなね、まあ、ストンケのこと言ってる奴がおるわけ。で、小林啓一郎とかでわけのわからん奴もおってね、まあ、こいつが政府のなんとか委員会とか入ってね、それ、はい、で、まあ民営化することがいいんだよ、と、まあ言ってる人がいっぱいいるんですよ。だからね、JR とか、アナとか JAL とかね、こういうものが国有化されることは万に一つも。 ないし、交通は崩壊って言われててね。で、もうタクシー会社なんかバタバタ今、地方で潰れていこうとしてますし、えー、バス会社ももう早速潰れてますし、はい、この状況が8月まで仮に続いたら、我々の学会のアンケート調査では、半分の交通事業者さんが倒産するんちゃうかとまあ言われてると。まあそんな状況なんですよ。だ、はい、から交通屋さんも、外食屋さんも、パック旅行屋さんも、で、それに関連する事業者さんもみんな潰れそうになってると。で、かつ、 あの、そうなってるから、給料が少なくなってるから、家計が苦しくなってると。うん、家計が苦しくなってるからお金使わへんから、いろんなビジネスがダメになるっていう、ま、あ典型的なデフレスパイラルに。もう悪循環ですね。で、これをね、もう下げるためにはもう消費税を下げるしかないわけですよ。うん。これね、先ほども申し上げましたけど、サラリーマン、75%しんどい言うてて。はい。それで、ね、自営業も入れたらもう、自営業の人とかで九9割とかでしょう。うん、おそらく。儲けてる人も中にはいるでしょうけど。だからね、8割、 9割が家計しんどい言ってるんですよ。んしんどいってどういうことかっていうと、欲しいものが買えないってことですよ。はい、パンが買えない、米が買えない、そういうことですよ。うん、野菜が買えない。必要最低限のお金とかもね、出せないということになってますから、だからそういうのを救おうと思ったら、うん、全部商品の値段を一律10%下げる消費税ゼロが一番効果的なんですよ。うん これよくね、あの消費税ゼロにしたって、もともとコロナ禍では、 あみんな、う購買意欲がないからあ、あんまり意味がないとかいうアホなこと言ってるやつおったんですよ。確か麻生さんと置いとったんじゃないですかね。あ、そうなんですか。あ、そうなんですよ。本当あ、そうなんですね。いやー、消費税なんてね、もうみんな購買意欲ないんだから、上げてもしょうがない、下げてもしょうがないんだよな。似てますね。こ, <laughs> これね、まあ言うてはるわけですけども、はい、でもそう、そういう状況じゃなくても、75%、80%、90%の国民がしんどい言うてんねんから、値段下げてあげましょうってことなんですよ。はい、普通考えたらもうそう思う。 だからね、ドイツは実際、下げたんですよ、そうですよね、ニュース見ました、ね、立派なもんですよ、はい、メルケルなんてもう、日本の麻生さんと同じぐらい、もう、ガチガチの緊縮主義者だったのに、いや、この状況を見たら、うん、あの政治の状況を置いておいて、 国民のことを考えるとちゃんと下げなあかんってことこで下げはったわけですよ。素晴らしい、ね。で、これあの、ちょっと前ですけど、イギリスはね、多分リーマンショックの時には消費でバンと下げてますから。だから、そういうことはね、結構ヨーロッパではまあ、ぜぜひでやるわけですよ。政策の動きが早いですよね。そう,そうそうそう。海外って。だからね、政治が機能してるんですよ。とか日本はね、政治が機能してないんですよ。彼らは、あの、国民を救うために何かをやるっていうよりも、段取りしてるんですよ、段取りわかりますかね。サラリーマンって段取りがあるんですよ。<laughs> はい。 これやろうと思ってあの、部長がし、反対しおるなと。はい、部長の上の本部長にちょっと相談して、本部長はお前仲良かったよなと。お前ちょっと行って、本部長にちょっと話して、うん、本部長が納得してもらってから、こいつにちょっと言ってもらって動かそうぜとかって、そういうことをさらりまもう今聞いてるだけでも、ま、めんどくさってなります。言っときますけどね、大人の世界ってこうなってるんですよ。うわー。でね、僕内閣官房で6年おったでしょ <laughs> はい。基本これだけ。えー。僕の仕事のくぶくりにこれ、えー。そうなんです,かマジでですよ。 マジでこれですよ。考えのことなんて全体の1%ですからね。えー、<laughs> あとはね、だから人間がどう思ってて、誰が誰のことが嫌いでとか大事なんですよ。あー、なるほど。そういうね、この関係性が。で、どういうこ、この法律の、からするとあそこの会議ここで投資とかなとかね。ずっとそれやってるんですよ。だからね、日本はね、なんか、まあ外国もそういう手続きあると思うんですけど、日本はね、その手続きに費やす時間が圧倒的に多いんですよ。あ<ー>で外国は、 すぐ議論終わって、あ、わかった、それやろうってって決まるんですよ。僕だってあの、スウェーデンの客員教授やってますからね。はい、今年残念ながらちょっと行けてないですけど、うん、あのー、まあ、毎年行ってますけど、ね彼らの議論なんてもう3日おって論文7、8本ぐらい議論しますからね。ほすごいほんまに。で、あと学生パーってやらしても終わりですよ。<laughs> で、ま、あともずっとワイン飲んで、酒飲んで、うん、で、ステーキ食べて、帰ってくるわけですよ。もう日本人の特徴なんですかね、そういうのが。そうなんですよ。うん、だから全然ダメなんです。でね、うん、そういうのがあるからね、あのー、消費税を下げることもできないのは、これ普通考えたら下げるわけですよ。ドイツとか、イギリスとかみたいね。はい、下げないのは、例えば、アマリさんって言うでしょ、うん、ちょっと顔の長いこ、こう、ビヨーンと伸び出しておいて、あさんね。昔髪の毛黒かったの先白になって、こう、ビヨーンと伸びはったね、人が、はい、とか言いはりますけど、はい なんで消費税下げへんかっていうと、上げるのにどれだけ苦労したと思ってるんだと。ええなにそれー平気でそういうこと言うんですよ。信じられなくないですか信じられないですね。いや、こっち死にかけてる言うてんねん、みたいな話でよ。うん、これね、全く同じセルを二階先生も言ってます。それでね、あの、例えば、これ、磯崎さんっていうね、これ、はい、あの、昔官邸に見張った人ですけど、はい、これはあの、全額休業保障とかしたら、うん、国は財政破綻しますと。えー、休業保障しませんって言ってるわけですよ。 なんでで、これ、だから要するに、この論理で言ったら、いや、消費税減税をしたら、財政破綻しますと。まあ言ってるわけですよ。ええなでで、まあ。まあまあ、それは言ってないけど、まあ同じようなこと言ってるわけですよ。さらにね、もうこの、あの例の親父もこう言ってるわけですよ。<laughs> 社会保障のためには、消費税は必要なんでございます。<laughs> 言っとるわけですよ。<laughs> えー、いや、だから、お前なと聞けと。うん、社会保障のための財源を確保するには、税収を確保する必要があるでしょうと。うん。そりゃそうだよ。 言うでしょ。はい、税収確保するには経済が良くなるとダメじゃないですか。そりゃそうだよ。ねそしたら経済を良くするためには、消費税は減税しなダメでしょ。それはダメだよな。なんでやねん。なん,ねん <laughs> なんか、俺は政治家やってるんだ、みたいなね。うん、なんかもう、何してんねんと。ね、だからもう、このバカバカしいね。だから要するにね、なんか政治家ゲームやってる、ね。政治家ごっこっていうかね、政治家ゲームみたいなもんで、なんか、俺、俺たちはさ、政治家なんだよ、みたいな。<laughs> 俺、俺ってさ、政治家やってんだよ。<え>みたいなそんな人についていきたくないです。<laughs> いや、ほとんどね、そういうね、アホヤンキーと一緒なんですよ。えー、俺は政治家なんだよ。って、本当にかって俺はさ、やっぱさ、政治家やってんだからさ、<laughs> みんなついてきないわけ。<laughs> ついてい,いかへん言うてんの。いや、もう変誰がついていくねんですよ、そんなもの。ね。で、そういう変なヤンキーさんをおちょくった歌を今日はご紹介しましょう。はい、オフスプリングのプレ t t y f l y これ、まあ、あ22年前ということですね。 なんか聞いたことあるでしょこれ。あります、あります。これ日本でも結構流行ってましたしね。はい。うん。僕の曲好きだったんだ、当時。ええ。めっちゃ好きで、よう聞いてましたこれ CD 持ってました、家に。そういや。そういや、その時、その時買いましたこれね。ええ。そう、これ98年のヒット曲で、アメリカーナっていうね。はい。あの CD で。あので、バンドが、オフスプリング。ね。これあの、パンクバンドですね。はい。パンク言って昔のセクスピストルズとかクラッシュとかのほどの、こう、なんていうか暗い感じじゃなくて、もっとこう、明るい。 明るい感じのパンクになってきた頃の、まあそういうパンクですね。ちょっとファッション,ション的にこう思想性がなくなってきたパンクですけど、このプリティフライって何かっていうとね、はい、これ可愛いハエかなと思ったら違うんですよ。これね、フライっていうのはね、これね、あのアメリカンスラングで、はい、俗語って言うんですかはい、はい、俗語でこれあの、かっこいいやつってことなんですよ。へぇー。フライって変わればなかなか、 いけてるなーって、生かすって、飛んでるみたいな感じですよね。あー、なるほど、なるほど。飛んでるって日本語では言わへんけど。いや、でも、なんとなく。うん、フライ、で、プリティーってめっちゃかっこいいってこと。めっちゃかっこいいやつ。で、でもこれ基本的に黒人の言葉なんですよ。黒人のかっこいいやつのことをフライって言って、プリティーフライなんですよ。プリティフライ、フォア・ワイ g ガイっていうんですよ。歌詞でね。フォア・ワイト・ガだから白人の男のくせに、まぁ、ちょっとかっこいいみたいな。 っていう歌詞なんですよ。で、こいつね、僕、この曲何が好きかってね、プロモーションビデオなんですよ。はい。これねあの、ほんなヒョロヒョロのやつが出てきて、こうやって、こうやって出てくるんですよ。こうやってで、ラジオで全然。なんか踊ってるんですかこう、なんか全然ラジオでは伝えられへんけども、こうやって出てきて、こうやって、はい、えプリット、こうなんかこう、なんちゅうんですかなんかイェイみたいな感じのー。イェイみたいな。指3本立てでイェイみたいな。<laughs> はい。で、こうなんか似合いもせん、なんかこう、ネックレスのジャラジャラみたいな。はい。つけてね、車こうオープンかでガーって生きようるんですよ。ああ、イメージできますね。ね。それで、こうやって、おいでもう 全然もう手ない、なかガリカリの男でね、アホ,アホちゃおうかみたいな。それでなんかこう、踊りまくったりとかする。その黒人がこう、ブレイクダンスしてるとこに行って、こう、なんかこうやってボン踊りみたいなのするんですよ。<laughs> <laughs> でもで黒人の人がなんじゃこいつとか言って。で、もなんかみんなに失笑を買うんですよ。<laughs> ほいで、ええってやってたらもうなんかこう、もともとこのアホな男はね、なんか女にモテたいんですよ。 女にモテたいからこれやっとるんですけど、もう女どもがこうやってアホちゃうを変えて、めっちゃ可愛い女の子がいっぱい来て、その男担ぎ上げて、そのプールにバーン放り投げて、ボチャンってなって、びちょびちょになるっていう。いけ <laughs> てる感じやと思ってるけど、めっちゃアホっていうことを言ってるんですよ。あ <laughs> ー、なるほど。まさに日本の政治家。本当ですね。日本の自民党の保守政治家たちのほとんどがこれ。 自民党に限らないですね。今の、俺偉いと思ってる奴は民主党系も自民党系もみんなこの手合い。周りから見たらんやあいつっていうことですね。もうみんなめっちゃ失笑してるし、うん、役人どもかってね。心の底でめちゃくちゃ馬鹿にしてますからね、政治家のこと。先生先生言うてますけども、影いったあいつはほんま当たんあるいな。でもなんか、そういうところ全部綺麗に一回してほしいですね本当に。なんかね、このね、なんていうの、政治家の踏んどり変えるとね、うん ちょっと無理なんですよ。だから何本言ってもね、これこれこうでしょってデータもつも、いやで、藤井くんまだ分かってないなぁと。消費税はね、上げとかなきゃダメなんだよ。直感比率がどうたるこうたるって、財務省から聞いたことでビャーって繰り返すだけで頭、すっからか何も考えてへんで、pleedy fly for a イ h i ですよ。だから、全然いけてないのに、なんか、いけてる、いけてると思ってるようなやつなんですよ。で、いけてると思ってるから何本言っても聞かへんんですよ。あー、言うこと聞かないんですね。これが、うん、はい。日本で消費税が10%になった根本的な原因です。 あそこを変えないともうどうしようもないんですか。で,すでね、これを変えるのなかなか難しいんですけど、彼らがね、おお揃えれるのは一個しかないですなんでしょう。選挙で落ちること。ああ<ー>。やっぱり自分のこと。そう。だから自民党の人気が落ちることがめっちゃ怖いんですよ。 だから、あのー前、前あの、検事総長のね、法律の改正の時ね。はいはいはい。える変える言って、今までのパターンやった数の力で絶対変える言うてたのに、うん、今回に限ってはなんかあの、検事総長に反対しますみたいなハッシュタグが、めっちゃ流行ったじゃないですか。SNS SN 上で。SNS 上で。誰僕もあれ書きましたけどね、あの、同じセリフ繰り返しましたけど、藤井さんもこんな顔わるんですね、とか言って。まあ言われましたけど、いや、これはちょっと悪魔でもあ、あまりにもおかしいやろ、と。いうので、あれを見た、あの、官邸、自民党幹部は、 あ、やばーと思って法律を撤回したんですよ。ええー。ま、撤回までいかなくて、もう一回飽きになったらもう一回やろうと思ってますけどね、彼らね。ええ、じゃあ。あね、その、ちょっと国民の声が届いたっていうことなんですね。そうだからね、やっぱりね、あのー、人気が下がって、俺ら安定政権できるのちゃかって、ビビらされたら、やりよるんですよ。はあはあ、ということは、ということはですよ。もっと国民が、そう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 。消費税を下げてと叫べば、そう、消費税ゼロ。 わあ消費税ゼロみんな言いましょう <laughs> この、この番組もそれですよ本当ですねねこ,のこっちの方ももう全員そうですよはい。もう、皆さんも消費税ゼロ、うん、この番組のやっぱりキーポイントというか。そう,そうそうそう。ね、で、あのー、ツイッター出すときはハッシュタグが消費税ゼロ。はい。もう何やってても消費税ゼロ変えたらいいんですよ。うんもう今日は暑いな消費税ゼロ。<laughs> ちょっと関係ないけど。なんかそろそろスイカ食べたら落ちたりな消費税ゼロ。ね昨日はホタル出たり消費税ゼロ。もう何でもいいんですよもう。<laughs> ね、もう何千字綺麗やったっ表示ゼロですよ。<laughs> ね、はい。これできましょう。みんなでちょっとね、うん、声を上げていけば可能性が出てくるっていうところですね。そうそうそうねプリティフライドもちょっとプールにポチャあんた沈めましょう。